もけちゃみちゃんのために、召しては教会後新人の世子は、おおむねけぷーちゃんの礼のために、同じく教会後橋本家新人の世子パウザーちゃんへのエコーのために、同じく教会後新人の世子は、おのけちゃみちゃんのために、同じく教会後新人の世子は、遠藤家姫ちゃんのために、召しては特別エコー新人の世子は吉田家より真央ちゃん礼のために、同じく特別エコー新人の世子は浅野家パンチちゃんの礼のために、召しては教根子エコー新人の世子は渡瀬家よりベスちゃんの礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲後藤家よりはマックちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は響家よりももちゃんエコーのために、同じく教根子エコー新人の世襲は豊田家よりラッシーちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は渡辺家よりキティちゃん礼のために、教根子エコー新人の世子は山田家よりレイちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世子藤本家よりはパルちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世子は矢崎家よりピーちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世子は大橋家よりえみちゃん礼のために、同じく教根子エコー大橋家よりはマイクちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲高木家よりはリッチちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は大森家よりダイナーちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は大宗家よりふーちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲片山家よりはココアちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲落合家よりはチャッピーちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は浅野家よりパンチちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は吉田家よりマロちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲中田家よりはフィガロちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲花村家よりはリッチちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲手野家よりはタナちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲宮田家よりはアンちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲田辺家よりはコウちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲高橋家よりはコロスケちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲新田家よりは桃太郎ちゃん礼のために、同じく教根子エコー一恵新人の世襲は沢田家よりは奈々ちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は遠藤家より姫ちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は小野家よりチャーミーちゃん礼のために、同じく教根子エコー新人の世襲は堀家よりそらちゃん礼のために、と各々世襲一同一心に棚心を合わせ各々諸礼のために供養の真心を捧げ立て祭る。